はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。ニューズウィーク日本版っていうんですかね、メディア版、日本語メディア版が読んでおりましたら、こういう記事がありました。弾劾で追い込まれたトランプが再選を投げ出す。書いてる方はですね、サム・ポトリッキオという方ですね。男性で、お顔を拝見しますと30代って感じですね。英語タイトルが Surviving the Trump Era、 エラーでしょうかねこれは。まあ生き残る、エラーから生き残るということですけども、あんまり日本では報道されてませんが、トランプ大統領がですね、ウクライナの大統領に対して、バイデン、民主党のバイデンさんっていう元の副大統領、前の副大統領というべきですか、がの息子さんですか、がウクライナでこうビジネスをしたことで、まあ、多少そのどおりますかね、その副大統領の地位、お父ちゃんが副大統領という地位を利用してちょっとずるいことしたんじゃないのという疑惑がありまして、それを捜査しろよというふうにウクライナの大統領に電話で言ったんですね。でそのこと自体トランプさんも認めてるんですよ認めてるんですよ。彼自身は別にそんなの、別に何が悪いことなのという意識だったと思います、多分ね。まあああいうお方ですから、うん、でもその自分が大統領である地位を利用して選挙のためにアメリカという国の国力を使ったりですね、外交の駆け引きをしたりっていうことはですね、まあどう考えても倫理的にやっちゃいけないことですよね。まあまあやってる人も今までいたと思いますけども、まあそれをこうバレたら大変なんだよという意識が皆さんあったんで、そんなバレないようにやってらしたんでしょうね。でもトランプさんにはそういう意識なかったみたいですから、そんなやってどう悪いのみたいな、そういう感じの対応をしてしまったわけですね。だからこれは事実としては割合動かしがたいというところがあって、アメリカの議会の下院ですね、下院は調査を始めるという決議をやりまして、弾劾だと言って上院に送ることができます。で今下院はこの前の中間選挙で野党の民主党が過半数を占めてますんで、下院の手続きはそれで OK でいけるんですよね。で問題は上院でして、上院で3分の2が賛成しないと弾劾にはならないわけですね。で3分の2になるためには、上院は今共和党の方が多いわけですから、20人程度裏切らなきゃいけないということなんです。まあでも裏切らないだろうとは言われています。でこの記事にですね、そのウクライナ疑惑がやや深刻になった話として、その高官たちの長時間の宣誓証言から見えてきたのは、トランプが次第に脅しを強めていった経緯だということで書いてあります。でここ読みますと、米中ウクライナ代理大使のビル・中黒テイラーと元ホワイトハウス高官のフィオナ・中黒ヒルが、下院で行った証言によれば、トランプがまずバイデン親子への捜査を正式に開始しなければ、ゼレンスキー、これウクライナの大統領です、ゼレンスキーが望むホワイトハウスでの首脳会談はなしだというメッセージを明確に伝えた。ゼレンスキーはこの求めに応じず、会談は実現しなかった。するとトランプは脅しを強めた。要求に従わなければ武器支援を行わないとの意向を示し、それでも相手が従わないと見るや、捜査を始めなければ4億ドル近い軍事援助も行わないとはっきり伝えた。やばいですねこれねつまりお国のお金を4億ドル使って自分の選挙を有利にしてる、有利にしようする材料を出せっていうふうに外国の高官に言ってるわけだって。まあ、国内でやってるやもなしもですね、外国にやってしまったっていうのは、そのアメリカ人のその良識というかプライドというものを激しく傷つけてますねこれね。まあもう感覚の問題でね、トランプさんにそういう気持ち、そういうこう罪の意識は全くなかった、全くなかったから何が悪いねみたいな感じで、その開き直ってよ、予定をみたいなことを言っちゃったわけですもんね。で
トランプさんを弾劾して大統領から追放するには、さっき言いました通り、上院で3分の2の賛成が得られなくてはダメだと。しかしですね、今の情勢を見てると、これにね、まあ、事実がはっきりしてしまった場合ですよ。トランプさんが明らかにそういうことをやっていたということがもう明快になった場合、その弾劾決議に対して、上院議員がですね、共和党の上院議員が反対するというときに大義名分が立たんのですよ。つまり私はこれこれこういう理由でこの弾劾裁判には反対票を投じますということを彼らとしても議員ですから自分の選挙民に説明しなきゃいけないわけですね。説明するときにこう説明のか何とかいうかこう理由が立たないわけですよ。そのいくらトランプさんが今まで上手にやってきたとか経済がうまくいってるとか株価が上がったとか外交が上手にやったとかちっともそうは思いませんけどね私は。でそういうことを業績があったとしてもでもこうやってこう国を裏切るようなことをなさったトランプさんの弾劾決議に私は反対票を投じましたと言わなきゃいけないわけですね。その反対する場合は上院議員たちは共和党のその時にそれをね反対あの時に反対票を投じたということを今度は自分の選挙の時にライバルに言われるわけですよ。あの共和党のあの人は あのトランプの弾劾に反対票を投じたんだよってどういうことなのあれはって、あんな人を我が州の代表にすべきではないというふうに攻撃されるわけですね。ただそれぞれのお立場がありますから皆さんやっぱりそういうね自分のウィークポイントを作りたくないわけですから、じゃあしょうがない渋々賛成みたいな。でこれもね賛成して賛成するということは、まあ、裏切ることですよね。同じ共和党のトランプさんを裏切るわけですけど、仮に賛成票を投じて、そのまま反対多数でいった場合その上院議員はお前を裏切ったなって今度は言われるわけですよねトランプ側に。しかし共和党の上院議員だから困ったじゃんですよね。本当に困ったじゃん。でここに書いてあるんですけども、この方ですね、サム・ポトリッキオさんが書いてます。最後に私の思い切った予想を披露しよう。トランプは来年の大統領選への出馬を取りやめる。断言してますね。共和党員がトランプに愛想を尽かす可能性もあるし、大統領選不出馬と引き換えに疑惑追及を停止することで、括弧ディール括弧閉じディール括弧取引ですねがまとまる可能性もある。そしてトランプは4年間の政権が大成功だったと自画自賛し、ついに自分のテレビ局を設立する点々点々点点点かもしれないまあ、ね、アメリカ人らしくそのまあちょっとあれですね、明るい冗談を飛ばしますね。まあ別にテレビ局ね作るかもしれませんよね。それはね、だってフォックステレビ以外はみんなフェイクだって言ってるわけでしょ。まあそれはまあどうでもいいんですけど、さて本当にねこの人の予想通り、トランプさんが来年の大統領選挙に出ないとなるとどうなるのということですね。で昨日上げた動画でもそうでしたけども、ペンスさんっていう副大統領はもう次を狙ってるんじゃないかっていうか、もしかしたら七夕で大統領転がってくるんじゃないのということをもう意識し始めてるのがペンス演説に出てるんじゃないかというふうにアメリカの指揮者の方がおっしゃってましたね。ああ違う、あれは日本の指揮者の方がおっしゃってましたね。でまあそれはあるかもしれないし、その場合ですね、大統領選挙の予備選挙ってありまして、お互い党の代表を決めるわけですけども、それはですね今回はトランプさん現役ですから大体もう、まあ、一応形だけの投票はあるんでしょうけども、もうトランプが大統領候補に決まりだったんですね共和党の場合は。ところが共和党でトランプさんがもう年内ぐらいに俺降りるとかって言い始めたら、で共和党の候補を決めなきゃいけなくなるわけですね。で予備選挙をガチでやらなきゃいけなくなるわけです。その場合多分ペンスさんが最有力なんじゃないかなと思われます。というのは、まあ、3年間副大統領としてやってこられてですね、歴史に残るペンス演説も2回なさってますし、特段ですね落ち度はなかった。
落ち度はなかったと。まあ、今回のウクライナ疑惑に多少関係あると言われてるんですけど、それがどの程度関係あって影響するのかよくわからない。本来あの陛下のですね、即位の儀にいらっしゃるはずだったのが、このウクライナ疑惑で、来れなくなったというふうに言われておりますから、まあ関与されてるとしたらですね、致命的なのか、それかもう全然浅い傷なのかっていうのは、そのよう分かりません。あの前にも申しました通り、アメリカの副大統領というのは安全保障担当ですから、当然そのウクライナに武器を売り渡すということに関しては担当者なんですね。政権内の担当者なんで、多少関係あったのかなと思いますけども。で、昨日も申しました通り、ペンスさんが大統領になると中国はますます嫌がる。まあ、ペンスさん強硬派ですから、あの対中国も対北朝鮮に対しても、トランプさんのようにお金で解決しようぜっていう感じじゃないわけですね。ディールはなくなって、もう原則論で来るんじゃないかなと。まあそうなったらそうなったで面白いですけどね。まあただそうなった時に、ペンスさんが共和党の候補になった時に勝てるかという問題もあります。まあこの問題ちょっとしばらく目が離せなくなりました。はい、どうもありがとうございました。